ヤホワルヤホワルヤホワル、皆さんヤホワル。サワディーカーサワディーカーヤホワルサワディーカーでやってる。タイにやってきました。久しぶりの海外です。緊張しております。じゃマジで久しぶりの海外なんよ。緊張してんねんけど、マジで暑いな。何年ぶりやろ海外、ちょっと忘れたで今空港で、さっき飛行機でバンコクの空港に到着いたしました。タイ語喋られへん。タイ語サワディーカーと、あと何だっけ、あとポップンカーってしか知らんから、この2つで今回は頑張ってやりくりしていきたいと思います。な、いける？オッケー。You you go. You go. Okay. 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 How much? Service charge. But service charge 50 baht. 50 baht. Service charge. Okay. 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 Go. Go. Okay. ดูแบบอีกทีดูแบบแมปเออแมปลอยละอองโฮเทล yes やっと乗れた。ほんま暑い。マジでさ、タクシー乗るだけこんな脇汗かいてんけどタイタイすごいね。いいね。体感出てきたのかな。まだかな。あ、トラブルな街や。あ、なんかコロナかって言ってた気がする。ちゃうか。え？誰の歌これ？やばいな。やばい。No change. Okay. Keep change. Okay. Okay. ありがとう。ね。全然わからないな。Oh.着きました。ポンポンポン。あ、ミッキーなかあ、もう見えん。何やら Okay, let's go. Okay. Come on. Where is the hotel? Oh, soon. Really near. Already. Yeah. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. The dining bag from Timbo. Jack-san, 久しぶりです。はい、めちゃくちゃ久しぶり。はい、いろんなガイドしてくれるみたいなんで、もう任せましょう。ジャックさんはすごい釣りに精通してる方なんで、タイのめちゃくちゃ信用してますよ。もう前回タイに来た時もめちゃくちゃお世話になった人で、まあまあとにかくめちゃくちゃ優しくてめちゃくちゃいい人なんで、はい、もう今日は安心して、みんなも見ていただけると思います、はい、タイに来てやっと釣りができるっていうので、もうめちゃくちゃ嬉しい今。はい、ということで今さっきまで、バラマンディの、釣りをしておりました。バラマンディの動画は、
またあの別の動画になってるんでよかったら見てください。で今から、ちょっと移動して、アラパイマ行きたいと思います。でそこまでちょっとあの連れて行ってもらってるんですけども、道が激しすぎてちょっと揺れすぎておりますけれども、暑、しかし暑い、ほんまに。 OK、 アラパイマ、アラパイマもう着いた。ほんで早い、 ゴーゴーゴー。皆さん先ほどぶりです。アラパイマの池にやってきました。早速釣っていきたいと思います。レッツゴー。ディープロー、オーケー。じゃあチェンジ、チェンジルアチェンジ、早速ですがルアチェンジ。ルアチェンジ、ルアはできないよ。え、ルアチェンジ、これでいきたいと思います。謎の私のお虫をつけてます。引退、レッツゴー。バイ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 らしい。最後であのレッツゴーがバイバイバイやってて、マジか。バイバイバイ、ウーリー、バイバイバイ。これ一個貼り足りひんけどいけるかな。行きます。潜ってるわ、潜ってる、潜っ、あ、息した。わお。あっちでいるね。いや、yeah. 少ないから針が。 No! じゃあ針追加いたしました。ちょっと細い気するけど、まあ結晶 OK、 バイバイ。ビラルクってね、結構ね、あの敏感な魚で、なんかあのアマゾンとかで釣りするときとか、またちゃうかもしれんけど、あのネイティブの魚はあの足音とか、ボートの上で釣りしてて、そのボートの上を足踏む音とかで警戒して岸に上がってこなかったりとか、結構そういうあのちょっとね、なんていうかな、繊細な魚やから、結構ね、あんまりワーキャワーキャしていたら釣りづらい。
でかいのが行きしましたね今。Wow, no? Not strong hook. Okay. See? Yeah. Yeah. Yes, yes, yes. Oh my god. フックがもう伸ばされました。ほら。こんな感じで。フックがもうダメ。ほら。フックが伸ばされてるから。でもジャックさんほんま優しいやろ。めっちゃいい人やね。いい人すぎてほんまにめっちゃいい人なんよほんまになちょっと聞いてほしい私の昨日のあの事件。昨日あのジャックさんとイカ釣りしに行ってたねんな。じゃあ私よくあるあるなんやけど海外行ったらあのまあ女性なんであの生理とかになれるんですよ、ね、女の子の日があってでなったんですよ昨日。で私忘れててあー生理来たーと思ってどうしようーと思っててでまあ釣り中ちょっとが耐えて釣り終わってからなんて言おうと思ってナプキン生理ナプキン持ってなかったからあーやばーと思って買いに行かなと思ってどうしようかなと思ってでジャックさんにあの私ちょっと買いたいもんあるからあのセブンイレブン寄ってって言ったんよ。そしたらあの分かったいいよって言って何買うのって聞かれていやまあいろいろって答えたんよ。でなんか気まずいやんちょっとで、まあ、コンビニ寄ってくれてでコンビニ着いてであじゃあちょっと買ってくるからって言ったら一緒に降りてきてくれたんよ。でいや一緒に降りてきていらんねんけどなとか思いながらちょっと気まずいなと思ってでもう一回何を買うのみたいな言われていやだからいろ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 みたいなあのって言ってごまかしてんのにずっとあの私のこと待ってくれてんねんレジの前で優しいほんまに私が何か探してるかなんかねっていうのですごいあの一緒についてきてくれんねんけどでめっちゃ恥ずかしかってでもうずっと待ってくれてるからまあええやと思って普通にナプキン取ってで私これが欲しかったって言って言ったらあオッケーオッケーみたいな買おうって言って買ってくれたよ生理用ナプキン。まずそこその時点でちょっと気まずいし恥ずかしいやん女性としてさ、まあ、別に普通のことなんやけど。で、なんか恥ずかしいなと思ってて、そしたら今日また、あの朝、私違うなんか格好してたんやけど、あの、彼が、あの、お尻に、あの、生理ついてるって言ってきてくれた私のお尻にね。で、オーマイガーって言って、で、めっちゃ恥ずかしいやん、それって、もうほんまに。だからズボンになんか、あの、漏れてたらしいね、私の血が。ほんで、オーマイガーって言ったら、大丈夫、気にすんなと。あの女の自然現象だからそんなこと気にするなみたいな僕たちを知っているみたいな感じでやたら決め台詞言ってくれてマジでかっこいいなと思った女の自然現象だから気にするな笑ってたでオッケーって言ってで早く着替えなさいって言って着替えさせてくれてんけどやたら恥ずかしいって女としてもそれぐらいすごいほんまに優しいほんまに、うん、だから男性の皆さんはあのもし女性がそういう風なことになった時にちょっと一声そうやってあの女の自然現象だから気にしないでいいよみたいな風に言ってあげるとすごい喜ぶと思います。
もあ来た来た wait yeah that's not no wait が、こいつは釣れたんでよしとしときましょう今日は。ということで今日はあのね、とんだハプニングが起きましたけれども、一応、まあ、ピラルクは釣れませんでしたが、ナマズちゃん、謎のナマズちゃんは釣れてくれたのでよかったとします。ありがとうございました。はい。コープンカー、サーディーカー、バイバーイ。ジャックさん、バイバイは引退。バイバイ。ラーコン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 。バイバーイ。
Sorry. 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 I'm so sorry. ขนาดนี้ตัวเล็กๆก็แน่ You said that no problem. Oh, thank you. Problem not.